はい、ちょっと遅いんですけども、皆さん明けましておめでとうございます。いよいよエスパルスも新体制での活動がスタートしましたね。今日は1月9日なんですけども、今日、公開練習ということで、ちょっと私は仕事で行けなかったんですけども、ツイッターなんかで皆さんがアップしている写真だったり、レポートだったりをすごくニヤニヤしながら楽しんで見させていただきました。なんか久しぶりに選手がボールを触ってるというか、チームが活動しているのを見て、なんかエスパルス早く見たいなって強く思いました。サポーターの皆さんも1200人来たということで、席もほぼ満席で立ち見もあったっていうふうに見たんですけど、私も生で見たかったなと思いました。なんかいろんな写真を見ていて、やっぱり4人が気になったんですけど、ちゃんと4人も練習参加していましたね。これってそのまま残ってくれるっていうことでいいんですかね。他にも乾選手だったり、吉田豊選手が仲良く会話している姿だったりとか、あと結構皆さん言ってたのが、秋葉監督がなんかすごい場を盛り上げてくれて、コメント力もあって楽しかったっていうのを見て、今までエスパルスにない感じの方だと思うので、すごく楽しみだし、かなりもうすでにプラスになっているなというふうに感じました。練習も始まって、先日新体制発表会も行われて、新加入選手の発表なんかもあったと思うんですけども、エスパルスはもちろん J2 に落ちてしまって今季 J2 で戦うわけなんですけど、 J2 にしては豪華すぎるだろうっていう、加入選手もとても豪華ですし、主力選手のほとんどが更新してくれたということで、エスパルスのスタッフの皆さん、大熊 GM の努力の結果だと思います。本当にありがたいです。ありがとうございます。ちょっとJ2 でこんなに豪華でいいのかっていう、正直昨年より豪華なメンバーなんじゃないかなというふうに思いました。大卒ルーキーの選手たちがとても頼もしいと感じました。特に選手権大会では得点王と、あと優秀選手にも選ばれた森重選手。センターフォワードとセンターバックの二刀流ということで、どこで起用されるかっていうのも楽しみですし、個人的にはスタメンでの起用を期待しています。あとは4人がどうなるかというところですけど、今いるメンバーでもとても豪華なメンバーなので、J2 優勝を狙えると信じています。ファンサポーターチームも今とても盛り上がってると思いますので、みんなで盛り上げてエスパルス必ず優勝させましょう。チャンネル登録お願いします。明けましておめでとうございます。今日はちょっと静岡に帰ってきていて、元旦ということで、エスパルスの祈願を兼ねて初詣に来ました。すごい天気もいいので気持ちいいですね。暖かいし、ちょっと1年で昇格してほしいので、念入りにお祈りしていきたいと思います。ジャガバットある。いいね。なんか好きなんだよな、ここの神社。この入り口の感じが。名古屋グランパスの吉田豊選手が完全移籍で清水に来てくれるということで楽しみです。以前清水にいたということなんですけど、ちょっと私はまだその時は見ていなかったので、その時の吉田選手は知らないんですけど、名古屋でのプレーは見させてもらってて、すごく粘り強いというか、きっと敵チームにしたらすごく脅威な嫌なディフェンダーだと思うので、そうですね、エスパルスになかなかいないキャラクターというか存在になると思うので、期待しています。参拝の列が長くてちょっと今暇なので、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。空も綺麗だし、この目の前にあそこ森というか木が自然が広がってるんですけど、その森のちょっと奥の隙間になんか動物がいないかなって探してます。なんかいそうなんだよな。さっき鳥が出てきた。エスパルスが J1 昇格します。よろしくお願いします。絵馬を描きます。今から絵馬にくどいようですけど J1 昇格を書いて神様にお祈りしたいと思います。